休憩前に引き続き会議を開きます佐藤隆君の一般質問を許します佐藤隆君 新政クラブの佐藤です。えー、久しぶりの一般質問ということで、えー、ありますがあ、渡辺市長にはあ初めての一般質問一般質問ということになります。あ,<ー>あのあ議長当時はやれませんでしたのでやりませんでしたが、で、えー、一応。 一般質問ですので、市長との政策論争ということでありますので、えー、細かいことにつきましては、これは委員会で、えー、やるということで、市長の方も再選出馬の方を表明しましたので、えー、2期目のお政策等をお聞きしたいというふうに思っております。えー、それでは <laughs>、えー、早速一般質問に入ります、えー、のおー気候改革 の今後の課題についいてととうことであります私は現在の佐渡観光交流機構は本来の DMO の姿ではないというふうに思っております。観光庁のウェブサイトにイラスト入りで DMO の機構図が載っておりますが多様な関係者との連携ということでまず行政とそして交通事業者、商業者、農業関係者、 宿泊施設飲食店地域住民ということで関係が示されております昨年新生クラブで先進地の視察をやりました気仙沼市であります気仙沼版の DMO の視察に行ってきてその中で市との連携に総務部が入って一緒にインフラン設備や二次交通等の役割分担をして 官民が連携して地域経済の仕組みを構築して、えー、気仙沼版 dmo を作っておりました今幸いにも佐渡 dmo あり方検討会が発足して会合を開いておるようですがあおそらく市からのお,お,、まあ、お願いを聞いて市長の方に報,報告会議を開いて報告をしているというふうに思います、えー 確かに DMO、市からの委託をこなすことも大変大事ではありますけれども、やっぱり本来の姿に戻し、関係団体との連携を密にしないと、佐渡の観光は遅れていくということであります。また、観光交流機構の決算書が本部と他の支部にもあります、これは二重帳簿ではないかというふうに思います。この際 愛川,川や南佐渡の支部、従来の地区の観光協会に戻し、市の方で業務委託をするという形ですべきと思いますが、市長の考えをお聞きしたいと思います。えー、次に、帯状方針疹の予防ワクチン公費、助成についてですが、2023年の8月のデータで、助成している市町村役は全国で約280地区。 ということであります、えー、かなり、えー、の地区の方々関心をお持ちでおりますまた6月の定例会で、えー、同僚議員が体調方針にかかった時の痛みや後遺症についての説明をされておりました本当に長い間苦しむ方がたくさんおります定期接種は定期接種化は国のワクチン分科会で検討されておりますがなかなか進みません しかし、市民の健康を守るためにも、ワクチン助成は早急にすべきと考えますが、市長のお考えをお聞きいたします。最後に合併20年の節目を迎えるにあたり、行財政改革が必要と思います、えー。特効薬はなかなかありません。しかし、人口減少にも歯止めが効かず、令和4年からは、令和4年度から令和13年度までの財政計画では、 大幅な減少となっておりますまた今流行りのふるさと納税、えー、先般もいっぱい質問の中で出ましたがふるさと納税7億円ぐらいやりたいということですがこれについては財務省の方で一般財源化をしたいというそういう情報があります一般財源化されると当然地方交付税の方が減らされるというふうに思いますますます行政の方が大変だということになりますので 当然、市長の方も歳入、歳出のバランス、プライマリーバランスを念頭に入れて予算作りをしなければなりません。行政改革は今、推進委員会がスケジュールにのっとって会議を開いておりますので、組織改革も含め、改革にはもちろん、痛みが生じまますす今後のののの行政運営をど,うどのように考えていいるのかお聞きいたします1回目の質問はこれで終わります。 佐藤隆司君の一般質問に対する答弁を許します。渡辺秘書。はい、えそれでは佐藤君の一般質問にお答えをさせていただきます。まずあの D.M.O. の機構改革等の問題でございます。えー、まあ当然議員おっしゃるように D.M.O. の本来の役割、多様な関係者が連携し地域が稼げる 観光地域づくりでございますややもすると佐渡観光施設等が中心,中心となった観光であったというふうに考えておりますのでやはり DM は活躍しながら例えば農林水産物であり商業品であり例えば地域の体験でありそういうものをビジネス化していくということは非常に重要であると思いますし今のインバウンドも含めてお客様の需要というのはやはりそういうことにあるだろうと。 強くあるんだろうそれがまた連泊を含めた、えー、対応あの多くの拍数をの旅行体系そしてそれが関係交流人口移住・定住につながるものというふうに認識しておるわけでございます、えー、そういう点で、ね、今韓国旅行の一つの方向性としてはやはり地域づくりを行うという明確に行うというチームでこれはやはり収入というのを伴うそこを意識しながら取り組んでいくというチームそして、えー、市と一緒に観光戦略 佐渡市全体地域と、えー、観光施設、宿泊施設そして今あの議員から、えー、ご指摘もあったようにですね例えば二次交通の問題そういうものを全体として考える観光戦略チームそしてもう一つが実際の受け入れを果たす、えー、地域の旧小木である愛川であり、えー、旧そのチームでありますねあの受け入れチーム。やっぱこの3つのつ考え方を軸に 進めていくというのが非常に重要であるというふうに考えているわけでございますで、この中に市も連携しながら仕組みを作っていきたいと思ってますで、その中で特にあの愛科地区両地区小木地区というような形で今今日午前中の議員からのご質問もございましたが佐渡市から DMO に出したものがまた委託されているこれはやはり非常に いいびつな関係だとううふうに私自身も感じておるところでございますので、市からの直営も含めて、ですねこれは考えるべきだというふうに私自身も判断しておるところでございます。それでも含めながら今 DMO の機構改革等民間のチームでですね議論していただいてますのでまだあのこの詳細は私のところにまだ報告が上がっておりませんが、えー、これについてしっかりと議論をしてですね、えー、我々が判断するものそして外から見て、えー、DMO の専門家等が見てですね佐渡の DMO がこうあるべきだというところを 意見を聞きながらですねまた DMO にもしっかりと韓国交流機構にもしっかり考えてもらいながら判断をしていくというふうに今スケジュールとして考えているところでございますこれできるだけ早い時期に判断をしてまいりたいと考えております次に対象方針予防ワクチンの公費助成でございます先月11月9日開催された国のワクチン評価に関する省委員会におきまして改めて国立感染症研究所に研修を依頼し それを踏まえて再度検討すると発表され、まあ、現在、継続審議になっているところでございます。 えー、国の小委員会でございますが、これ、費用対効果はさらに評価がし,てほいいしたほが良いのではと内容がある一方、ワクチンの有効性はおおむね認められるとの評価にもなっておるわけでございます。で県内におきましてもお、女性を開始する自治体が増えておりますので、この女性については、えー、他の自治体の支援額等も参考にしながら、ですね前向きに来年に向けて検討してまいりたいと考えているところでございます。えー、続きまして、行財政改革でございます。 実は私も就任以来、この行財政改革の取り組みというのは必要だというふうに常々感じておりますが、やはり このコロナ禍の中で,です、ね、まずは市民の生活を守らなければいけない、そしてもう一つは、えー、この物価高騰の中で市民が非常に大変になっている、やっぱりこの2点からです、ね、国のお金を活用しながら積極的に支援を拡充していくということで、まず正直、1年目については、一期目につきましては、行財政改革の方は、えー、組織等の問題には踏み込みましたが、えー 財政の方については、今やはり市民の生活がまず優先だという認識で取り組んできたところでございます。えー、こういうことでございますが、今後につきましては、やはり財政計画で人口減少に伴う市税、そして普通交付税などの減少、えー、財政調整基金の取り崩しの抑制など、こういうものも検討しながら、歳出を見直していくというふうに今、策定しておるところでございます。ただやはり 今年度ですね普通交付税がやはり減少になったこと、これ、まあ、内容的にはあの記載の変換額が減ったというのも実はあるんでございますが、やはり普通交付税の減額が我々の想定を超えてたということです。でまた、12月の大雪災害、そして原油高騰等による電気料の値上げ、電気料の値上げというのは、あの通常の行政の運営経費。 ここは普通交付税に頼らなければいけないというところがございますので、通常の経費、政策経費ではなくて、通常の運営経費が、やはり想定以外に上がったということでございます。そういうことから、想定以上の財政調整基金の取り崩しを余儀なくされているというところが現状でございます。 今後、持続可能な財政基盤を維持していかなければなりません。そういう点で、人口5万人の市の行財政の在り方、これはやはりしっかりと研究をし、あるべき姿に向けた歳入歳出改革に取り組んでまいりたいと思っています。で、その一つの方向性としては、議員からもご指摘があったように、やはり、丹念における歳入歳出のプライマリーバランス、ここをどうゼロにしていくかと。 いうところがやはり一つの大きな方向性だというふうに考えておるわけでございます。これをゼロにし、財政調整基金を一定程度確保しながら、災害等に備えた形にしていくというのが、これからの財政基盤の方向性ということで考えております。でしかしながら、まず一番やらなきゃいけないのは内部改革だというふうに思ってます。これはまずスリムな行財政運営という点では、職員の配置、働き方を含めた組織の見直し。 そしし、て、えー、施設等の見直しやはりこういうところが、えー、一番先に進めながらですね市民の皆様への負担というのはこの後に何が必要かということを考えていくと。 いうことで、まず我々自らが取り組み、内部をしっかりと行,政行財政改革をしながら、市民サービスに向けて必要なものを考えていくと、そういう流れになるというふうに私自身考えております。しっかりと今、あのこの目標に向けて、財務部に策定をお願い、指示をしておりますので、しっかりと来年で以降、行財政改革というものを一つ視野に入れながらですね、進めていきたいというふうに考えているところでございます以上でございます。 佐藤君それでは、まず最初に帯状ほう疹の方から質問をさせていただきます、まあ、質問というよりは、市長の方なんとかやっていただきたいというふうに思いますので、ただ、今回、最近20代から40代の若者も、帯状ほう疹、かかるという方が、約20年前の3倍ぐらいいるということです。 まあ、あ私たちみたいに加齢、えー、の原因でなるという先生はそういうことを言われましたんで、えー、50以上の方はおそらくかかる率は高いというふうに思うんですがそれが20代から40代まで下がってくるということになるとこれは必ずやっぱり、えー、何,らか何らかの形でワクチン助成というのはこれはやっていかなきゃならんというふうに私は思っております。ただ金額は先ほど話しましたように280の地区は、えー、のデータありますけどもまあ本当さまざまです。 不活化ワクチンに対しても4000円しか出ないとか、1万出すとか2万とかというような、そういうことで考えている地区も結構ありますので、その中でどれを取っていくかということもこれについては、また委員会の所管でやりたいというふうに思っております。<laughs> それで、えー、と一番問題なのは DM これにつきましては、えー、私、先ほどお話ししましたあ気仙沼版の DM を、気仙沼の行ってきました資料につきましては、交流機構の方と、あと、大井の商工会の方にも渡してあるのかな、それと観光振興部の方にもお渡しをしてあります。この中でやっぱり、えー なぜ、気仙沼は素晴らしいこういう DMO の組織ができたかというと、あのやっぱり震災後、震災後に、これはやっぱりハングリー精神でということでやったんだと思います。2012年から本格的に動いて、結局、2017年、まあ、一応4年後に正式にできたということです。佐渡市の場合は、私も三権の委員のときだったかな、あの話が来まして、 なんでそんなに急ぐんだと、だ申請に間に合わないからということ、で中身もないのになんでその申請するんだという話をし,し,した,たんです。ところが、もう急ぐ急ぐということでやったものですから、こういう結果になったということです。ですから、私はこの後、えー、本当にこのあり方、DMO のあり方というよりは、組織自体を全部ガラッと変えるというのはなかなか難しいと思いますので、えー、交,流交流機構の方 をやっぱり大手術、大なたを振るった大手術をやらないと、私はだめだと思います。で、もう一点聞きます、あの一点聞かせてもらいたいのは、えー、やっぱり支部です、支部私は今の現状はちょっとおかしいような気がします。ですから、観光協会に戻して、えー、以前と同じように、えー、委託をする、それで職員もはっきり言って、ものすごく賃金安いです。あの 入ってもすぐ辞めるというような方もたくさんおりますので、この辺はせめて会計年度の任用職員ぐらいの賃金にしてやって、本当に働きやすいそういう環境を作るのが私はあ真の使命でもあるというふうに思います、えー。観光協会に戻すというお考えは市長はありますか。渡辺市長。はい、あの観光協会という形態がいいのかどうかちょっと今。あ 私自身は判断しておりませんで、その中でやはり自律的に地区が動けるような仕組みが一番いいんじゃないだろうかというふうに考えてますで、そういう中でいうと今完全な市からの委託で委託事業というのはやはり市が決められたことを行うということになってくるわけですので例えばプロポーザル型の委託と補助事業を組み合わせたような そのようなあの受け入れ体制にしていくであるとか、まあ、民間の中でですねあの、民間の組織を作っていただいて、地域で、えー、その DMO のもっと小型版みたいな形でですね、やっていただくとか、さまざまな形があると思います。これ、名前をどういうのかちょっと別ですけども、それをまあ旧観光協会の形態といえば、それはその形態になると思ってます。でですかららやっぱりそそうういう形で本当に自らがその地域 まさしく今地域力が観光をつなげる時期でございますのでその地域の力を生かしたその地域でならではのお客様のおもてなしやっぱりそういうものができるようなこの秩父という形にしていきたいと思っています。そそそうういう点ではやははやり経経由は経由するそもそも 意味が今のところ、なかなか難しいというとこともございますので、えー、改革に向けて考えなければいけないというところを今あの、私自身も考えておりますが、まあ、それも含めて、えー、外部の視点からの意見もちょっと参考にさせていただきながら、判断をしていくということでございます佐藤隆君。それとあの、一緒の気仙沼に行ったときに、えー、気仙沼の理事長。 忙ししくて来られませんでした事務,局のあの事務局の方が、この方は仕掛け人で素晴らしい人でした、もう本当に媒体的があってで、理事長のことを聞いたら、理事長365日あちこち、飛んどんいて、すごい方ですと、だからまあ今日は来れませんというお話でした、そのぐらいしてやらないと、絶対こういう気候というのは、まず成り立たないというふうに思います。 でこの中の、あのまあ、すみません、気仙沼の紹会ばっかりであれですが、ほかにも多分い,いろんな移いい動があるというふうに思います。この中のお理事の、やっぱりメンバーを見ると、それなりの方々がなっていますあの。変な言い方するとあれですが、あて職とかそういうものではなくて、関係するところで本当に自分たちが食べていかなきゃならんと、こういう方々が全部入ってます。ですから、私はあの今、在り方検討会、これも分かりますけれども、 この後一番大事なのはあの、世界遺産、世界遺産に向けて、えー、やっぱり来年、世界遺産に登録されれば、かなりの観光客が入ってきますんで、今のこの観光交流機構のこの体制では、おそらくなかなか受け入れは難しいというふうに思います。で、えー、有方検討会の結果がいつ出て 何回会議やっていつ出てくるかというのははっきり分かりませんけれども、おそらく来年の秋頃までには、世界遺産の方はっきりすると思います。ですから、この改革というのは、もう絶対早くやらなければ私はならんというふうに思います。で、あの私の提案ですが、主たる人を視察に、決戦の前、送り込んで、で早急に本当の DMO 作り。 をやった方がいいというふうに思いますが、市長どうですか。渡辺市長。あの、私、その、けさで、まあ、あの、状況は拝見させていただいてますし、議員御指摘の通り、やはり。大きく動く観光地って、人がキーになっているというふうに思ってます。例えば。えー、木の先も外国人が非常に多いですが、やはり、それは外国から来た方の。 あの情報によって大きく変わってきたというところがございます。dmo に限らずなんですけども、やはりそこに dmo に含めて関わった人の動きというのはすごく大事だと思ってます。まあ、dmo が佐渡市の仕事の下請けをしていたら、もう全く機能として果たさないというのが真実の姿だと思ってます。まあ、それでも含めまして、私自身もあの気仙沼。 は震災のとき、中も言ってますが、あの実は DMO の件では直接、えー、勉強したことございませんので、えーまあ、私自身もあれですが、やはり学びながら、ですね職員の派遣についても、えー、当然、いろいろ考えていくべきだと思いますので、これはまた DMO 含めて内部で議論をさせていただきたいというふうに思います佐藤隆君。ぜひ、はいえー、これは 今話したようにその世界遺産の関係もあるんで急ぎますんで、えー、あり方検討会を待っているような私は時間はないというう思います早急に、えー、やっぱり視察なり動きを見せ,ない見せてやっぱり人先ほど市長も言われたようにやっぱり人材なんですよ人なんですいくらどんな立派なその組織を作ったって人が一番やっぱり動く人が動かなければあ組織も動きませんであの先ほど言ったあの環境 校長の公組織図、これい、ホームページでいくらでも見れますので、それを見るときちっと書いてありますよ、こうしたらいいと、こういう形で、ああのー、市の方も、こういう部署が入っていく、こういう部署が入ってくるというのが全部書いてありますので、その絵を見て、早急にやっていただきたいというふうに思います。 この中で、持続可能な漁船運営プラン議員あの、議員皆さん持ってると思いますが、その中で大変厳しいことが書いてあります、本州の状況というところ、当然、歳入は少なくなる、当然そうなれば歳出はもちろん少なくなる、歳入の中で占めるのは一般財源は20%ぐらいしかないところに持ってきて、地方交付税はこの後減らされるということになります。で先ほど話した ああのふるさと納税、これ、一番昨年やってるところで、195億ぐらいやってるところがありますが、それについても、半分が経費にかかると、で財務省がこれを一般財源化した場合に、その半分、経費引いた半分、80億、90億ぐらいは、地方交付税を減らされると。 いうこ,とにこれは必然的に、市長も財務部長も分かることだというふうに思います。そうなった場合には、本当に身動きが取れないような状況になるというのが、一番あの私は怖いところですので、えー、その辺まあ歳入を増やすというのは、なかなか一応難しいなと思うんですが、歳出を抑えていかなきゃならんというので、一つだけお聞きしたいのは、この後お施設の解体、これがかなり、 出てくると思いますそれに対して国からの補助がないということ、これについては市長はもうあの本当に忙しい思いをして、あちこち、国の方へ回っておりますんで、そういう財源をなんとかあの新しい制度を作ってもらわないと、もうとってもじゃないですけども、もう有料屋敷がずらーっとこうな佐渡島に並ぶような格好になるので、これも世界遺産の一つかと。 いうふうに言われたらこれでも本当にアウトですのでその辺も含めて、えー、もう一度市長の考えをお聞きしたいと思います。渡辺市長。はいあの本当に、えー、壊すものについては財源はございません。まあ被災ってあの国からの補助がない単純な借金。 であればできないことはないんですけどもこれはやはり将来負担を残すことになるのでできるだけしないということで考えてます。えー、そうするとやはり どうしていこうかということになると、私自身はまあ財政に言っているのは、えー、一定程度基金をまず積み立てながらです、ね、あのー、この行政,行,財行政財産を計画的に処理をしていくということがやはり重要であろうというふうに思ってます。で、まあ、今すぐその我々ができることというのは、やっぱりそういう方向性が必要だろうというふうに考えているわけでございます。えー、その計画作り、そして今後の廃止する施設も含めてです、ね、これはしっかりと議論をしながら進めていくべきだと思ってます。えー、そういうい中で 国の方に今直接お願いしたのは例えばハイホテルであるとかああいうものの処理をお願いしたいということで支援をお願いしたいということでお願いをした中では現地に国土交通省も来ていただいて佐渡の状況を見ていただいてますその中で中身は分かったとただし佐渡で制度を作れば日本全国で作るということになるとそうすると壮大なお金になってしまうと。 いうことで非常に苦慮しているというのが。 やっぱり国土交通省のの判断ででございいまますすすから課題というのは皆さん認識しておりますで特に10市町村という大きな市町村合併の中で、えー、この20年、えー、事業財政改革を進めてこれなかったわけでございますので、やっぱりその施設の老朽化も含めて大きな課題があるわけでございますので、まあ、国にそこはしっかりとお話をしながらということになりますが、まずは市でも基金など含めてですね、えー、考えていかなければいけないというふうに私は思っております。 佐藤やっぱり、一応何とか歳入の方を増やすような方法も考えていかないと、なんか歳出を抑えるといっても、普通建設費なくも抑えられると、建設業界、協会の方々、仕事がなくなれば当然、えー、雇用もできなくなる、税金も払えないと、こういうことになるんで、えー、そ,のめそういう面であの、今、人口減少対策の特別委員会、えー、頑張って、精力的に頑張っております。 えー、私は3月に最終答申出すのかなと思いましたら、委員長、き今,今月、この定例会で出すということですので、えー、その辺も参考にして、そしてまた移住、定住、これをきちっとやっぱりやっていかないと、人口、あのー、公地方公普通公税の,の算定項目、やっぱり人口、それと学校の数、これもかなり大きな上と占めてます。 だから統合性、統合性って統合するばっかりはいいのかということも一つ考えなければならないというふうに思いますので、まあ、その辺も含めて、えー、市長の方はあは、国の方に足を運んでいただき、えー、そしていろんなあ事業、補助金等を取ってきてもらう、これをまあお願いしたいというふうに思います。えー、それで、えー、一応3点お願いをしましまたがあ あのはっきり言って急ぐことばかりになりますので、えー、新年、ねまあ、3月に当然計画を立てます、その後選挙ということになりますが、あ当然2期目をやるということで、私は一般質問しております。その辺を踏まえて、えー、とにかく頑張っていただきたいというふうに思います。えー、それで今回、あの最後に、えー、この新庁舎、それとこの議場も新しい議場になりました。 あただちょっと私の考えているのはあ、せっかく新しくなったなって司法、えー、部の方もいろいろ改革をまあ今やってますし、議会の方も改革をしなければならないというふうに思って、まああの議会改革の基本条例、えー、基本条例なんかも今一生懸命、えー、委員長のもとやって、えー、いただいております。ただこの一般質問これについて私はまあ1時間で、えー、答弁も含めて1時間で段取りをきちっとつけたやり方で。 9時半なら9時半から5時までで、パッと終わると、こういうやり方をしないと、やっぱり私は嫌なんですよ、だらだらだら、1時間半も2時間もかけて、いつ終わるんだわからないような、こういうことではだめなんで、きちっと、お目が長いな、ね、<laughs> きちっとやっぱりやらないと、やっぱりだめだというように思います、そういうことも期待して、私の一般質問は終わりまます。ありがとうございました。以上で、佐藤隆史君の一般質問は終わりました。